古川一米1871年機械をヨーロッパから輸入し、築地製紙場で初めての機械ぐりの糸を作る。歌川義虎による1872年の浮世絵。古川一米明治36年4月5日は、日本の実業家で古賀財閥の創業者、京都出身。陽名は、木村美之助、孝介、陸津宗光の次男の純吉を養子とした、15位。 生家の木村氏は、京都岡崎で代々庄屋を務める家柄であったが、父の代には没落しており、美之助は、幼少の頃から豆腐を売り歩く貧乏暮らしで苦労を重ねた。ママ母が病に倒れた際、森岡南部藩で氷菓子を営んでいた母方のおじが見舞いに訪れ、その際、その親族のもとで修行をすることを希望し、開園2年、盛岡に向かう。盛岡では、 おじのもとで、貸金の取り立てを手伝う。やがて南部藩御用商人の河野池や伊助店に、勤めるが、間もなく倒産する。安政4年、おじの口利きで、京都小野組の番頭だった、古川太郎左門の養子となり、翌年には、古川一部へと改名した。その後、養父と共に、ギートの買い付けを行っていたが、養父に才能を認められ、順調に、 おの組内の地位を高めていく。明治一新期の自流にも乗り、東北地方のキー糸を横浜に送り距離を上げるなどの成功を収めるが、明治新政府の公金取扱業務の政策変更の結果、おの組は壊滅的な打撃をこむり、一米は再び挫折を味わうことになる。しかしその際、政府からの引き上げ金の減額などを頼みに、武つ宗光のもとへ談判に行き、 これが縁での地に宗光の次男を養子にもらうほどの関係を築く。また、小野組と取引があった渋沢栄一の経営による第一銀行に対し、一米は倒産した小野組の資産や資材を提供することで、第一銀行の連鎖倒産を防ぎ、渋沢という有力な協力者を得ることに成功した。小野組破綻後、一米は独立して事業を行うことにした。 まず手はじめに、秋田県にある当時官営であった有力鉱山、兄鉱山と院内鉱山の払い下げを求めたが、これは却下された。続いて、新潟県の草草鉱山の入手を企て、渋沢から有志の内諾を得るものの、やはりこれも最初は政府の許可が得られなかった。しかし一米は、小野組時代から縁があった。 元相馬中村藩主を名義人に立て、一米が下請けとして鉱山経営を行う条件で、明治8年に政府から草草鉱山の払い下げを受けることに成功した。草草鉱山の経営は順調で、明治10年には一米は鉱山業に専念する決意を固め、いよいよ足尾銅山を買収することになる。同年、一米は草草草鉱山と同じく、 総負けを買い取り名義人として立てて、足尾銅山を買収した。総負けでは華麗であった、志賀直道が一米の共同経営者となり、その後渋沢も共同出費者として、名を連ねた。当時の足尾銅山は、江戸時代を通じて、無計画に採掘が行われた結果、旧古ばかりの生産性が、極めて低い状態にあり、長年採掘が続けられていたことなどから再生の、 可能性は低いと判断されていた。そのため一時官営化されていたものの、一米の経営権取得時にはお雇い、外国人であったコットフリーの調査結果に基づき、民間に払い下げられていた状態であった。しかし一米は、足尾銅山不振の真の原因は、旧体依然たる経営状態の中で、計画的な炭鉱、採掘が行われていないことにあると見抜き、 足尾銅山の経営に乗り出した。しかし一米が足尾銅山の経営に乗り出した当初は経営にならない悲惨な状況が続いた。まず当時の足尾銅山で採掘の現場を仕切っていた山市集団の強い反発にあった。そのためせっかく経営権を入手したものの、一米が実際に足尾銅山の経営を行えるようになったのは約半年後のことであった。続いて、 山市集団の反発を抑え、足尾銅山の再建に取り掛かったものの、約4年間にわたって、全く成果が上がらない状況が続いた。現場責任者の校長も立て続きに3人交代し、4人目の、なり手が現れないありさまであった。明治13年、一米は4人目の校長として、当時まだ20歳代の半ばであった老いの木村、長米を抜擢、そして翌明治14年、 木村校長のもとで、待望の大鉱脈を掘り当てた。その後、足尾銅山では立て続けに大鉱脈が発見され、銅の生産鉱は急上昇し、瞬く間のうちに日本を代表する大銅山へと発展した。小賀財閥は、足尾銅山発展の中で形成されていった。しかし、鉱山の急発展の中、日本の郊外問題の原点とも言える。 鉱毒問題が発生していくことになる。鉱山経営を進める一方で、銅山を中心とした経営の多角化にも着手する。明治17年には、製銅品質工場による輸出拡大と銅加工品の生産による国内市場開拓を目指して、本所用銅所を開設した。この事業は、 後の小賀電気工業へと発展していくことになる。1900年9月28日、ちょん曲げを切り、話題となり、散発料50円と噂される。古川淳吉築地制紙上築地制紙上古都バンク、維新開古巨人伝、伊藤知雄著放置新聞、官報第5159号、助人及び、事例1900年9月11日、 官報第1279号、違法官庁事項報奨1887年10月1日。第一章足尾銅山鉱毒事件技術と産業公害、正治吉郎、菅井マス郎、国際連合大学、1985年。ありがとうございます。